キチャンネル。ちょっ、さあシーズンも半分終わりました。セリーグ、最多で76試合、143試合なんで、あと67試合、だもう半分超えましたからね、まあ、パリーグも大体74試合で同じぐらいだから、まあ、ということで、今回の動画はシーズン半分総チェック、早いですね。早いね。佐々木は今年の順位、1位巨人、2位が阪神、3位が DeNA か、で4位が中日で、5位広島、6位ヤクルトでね、順位予想してましたけども、現状1位から広島、 DeNA、 阪神、巨人、中日、ヤクルト、っていうところで、あ、ヤクルトだけ合ってる今。そうですね、うん、現状ね、はい、でもあの1位から最下位まで今が7ゲーム差、まあ、まだ分かんないね、正直。1位広島が貯金7、最下位ヤクルトが借金7、ね、2位 DeNA2 ゲーム差、阪神巨人が3ゲーム差、ね、というところで、今日はですね、阪神セーブです。お、阪神大荒れです。あれ岡田さんが岡田さん止まらないですよ。止まらんだな。止まらないですよ。愚痴が愚痴が止まらないです大丈夫、あの三塁信号機電気入ってる？いやいや、もう肩上がらんのちゃうかな。もう押してもつかへんのじゃん、もう赤とか青とかもう、だからこうなるんじゃん、逆回し逆回しこうなのに、普通回り回りなのに逆回しになるんじゃん、もういやほんでもうブルペンやって、ね、見えるのに何しようもと作らしとんやーっつって、いやいやもう、なんでベンチ入れてた確かにベンチ入れててもメンバーにはね、ブルペンおらんでもよかったんちゃう、うん、神宮なんてすぐ裏ロッカーやで、なんで島本ピッチングさせたんやろな、ね、逆にな。でもよくあるのが、初めはそう言ってて、もともと島本言ってたかもしれない、試合前の放送では入ってたかもしれないですけど、うん、えっ、だから今度からさ、対策法あんねんで、コーチのでっかい声で電話するやん、はい、島本作っといてよ、ブルペンで行くかもしんないから島本っつって、でっかい声で言ったら岡田さん聞こえるやん、さすがに。それで何も言わへんかったらの、どういう会話やったら気になるわ。でもまあタイガースね、はい、まあ、チーム打率も5月も調子悪くて借金3、うん、ね、10勝13敗、まあ、3月4月がね15勝9敗3分けで貯金6でいい感じでいったのよ、うん、いい感じで、まあ、それもね、あのしっかり得点も90得点取って、打率も3割2分4厘、ホームランも15本打って、結構いい感じで、ピッチャーも 2.09 で、リリーフが抜群でな、はい、開幕当初、はい、いい感じできて、わー、これはと思ったら、5月失速、チーム打率がね、2割1分3厘に急速に落ちて、ホームランも9本と少なくなって、でエラーの数が18と一気に上がって、で防御率も 2.09 から2.55 に跳ね上がって、ね、で先発防御率は 2.53 とあんまり変わらないんだけども、リリーフ防御率が 2.58 と5月一気に上がったんだよね。で交流戦にね突入して、まだこれもちょっとリリーフをやらかしちゃって、現状チーム打率は2割1分4厘6月月間はね、だから5月とねチーム打率はそんな変わってない。でもホームラン5本激減5本と、それはだって大山佐藤出る2軍に行ってたからな、はい、近本4番打ってたから、はい、もうね、でエラーの数も15個と多いし、ね、で防御率は 2.03、 先発 1.80 でリリーフがちょっと 2.70 でちょっとまだ高めなんだよ、リリーフはね、まあ、交流戦もちょっと岩崎とかゲラやらかしちゃったから ね、 そうですね、まあ、先発頑張ってるけどな、だからまあでもこれでもまだ3位だから ね、 そうですね、なんとかね、でやっと大山佐渡輝帰ってきて、ちょっと復調気配ね、うん、あるね、バッティングの、うん、そこ待ちだな。であと木浪いなくなったけど、小畑も頑張ってるやん、バント失敗したけど、でちょっとね、また最近細かいミス多くなってきてる、記録上エラーになんなくても盗塁されてブチ切れてたけど、じゃああれね、うん、初切り、うん、いやもう初切り盗塁するの分かってるやん、そう、うん、こう逆ターンのこういう牽制入れるでもちょっと違うのよ、投げなくても、そしたら足上げても来る可能性あるじゃんね、はい、でそういったところのミスもね、うん、ありながらワイルドピッチね止めれないとか、うん、そういうバント失敗とか
ていうの、あとゲッツーの多さね。ゲッツーが多いんですよ今現状。ダブルプレーが阪神が65個とセリーグ最多です。そうなんですよ、うん、ちなみにエラー49個も最多です。三振556個ダントツ1位です。大阪ちょっとボール球振りすぎちゃう。だからもう去年と比べたらファーボール査定ファーボール査定でみんな分かっとるからどんどん来るんですよ。先にストライクゾーン、ストライクゾーン、バレた、バレた、はい、どうするってこと先追い込まれるんですよ。だってフォアボールの数が阪神ここまで245個、2位でも1位ヤクルト270個でも最下位、一番少ないのが168個で広島でも1位。よく分からんなこれも。フォアボールが、まあ、チームの、ね、にフィットするかフィットしないかもあるからね、はい、一概には言えないけどもね。でちょっと盗塁が阪神24個とちょっと動けなくなってきてんじゃん。そうです、ね、ここに来て去年とかだったら近本がヒットかなんかで出て近本盗塁して成功して、で長野がバントもしくは進塁打打って、はい、森下犠牲フライで1点取るみたいな多かったけど、ちょっと足、まあ、途中からね、島田とかが出てきたりしてっていうところはね、あと上田かとかが出てきたりしてっていうところはあるけども、ちょっと足使えてないね、うん、でダブルプレーになって、はい、でバントとかも失敗するやん、うん、だから得点チャンスを広げれてないよね、うん、で何気に得点圏打率高いのよ。得点圏打率が、2割4分2厘と、セリーグ2位で、しかも得点圏打数機会も571打数と、まあ、そんな悪くないねんな、うん、って考えたときにチャンスは生かしきれてるから、うん、そういったところは、まあ、着実に行くしかないよね、うん、もう根気強く、うん、であとはちょリリーフゲラも抹消されたしな、うん、再編やな、ここですよね。ここに来てちょっと使い続けてる疲労来たんかな、なんかね、これ漆原来なかったらもう終わりますよ大崩壊ですよこれ。いや本当にねえ、どうするっていうね。でもこれでも踏ん張れてるからね、今なんとか我慢しどころやな。うん、そうですね、うん、このオールスターまで、うん、だって正直阪神やばいやん感じ的に、はい、仲間ごちゃごちゃいろんな声が外漏れてくるしね、はい、監督会見中止やっていうのもあったりしながらね、はい、いろいろ吸ったもんだがあるけども、現状まだ3位やねんね、うん、しかも貯金1、逆によくない？ね、借金5ぐらいでもおかしくないからね。その踏ん張れてることをポジティブに考えよう、はい、タイガースファンはね、うん、だからこっからの伸びしろ的に言えばそんな木南も簡単に帰ってこられへんしな。でもまあ小畑がいてよかったよ ね、 そ う、 ですね、そう考えるとね。あと佐藤輝と大山の復調待ちやな、うん、結局は。そうですね、うん、あとはもうあそこしかないやろ、もう近本中野に頑張ってもらうしかないやろ結局は。もう一回1番2番でしっかり固定して、うん、だって近本2割5分1厘中野2割4分4厘はちょっと寂しいよな、うん、もうちょっとお互い3分ぐらい最低でも打率上げてきてくれへんと若干寂しいっていうところもあるしね、うん、恐怖の8番小畑がなって1割9分やからな、うん、ここももうちょっと2割4、5分ぐらいまでには上げてきてほしいよな。前川がね最近頑張ってるけどね、森下はもうね空気読めないでガンガン振っていくからね。でも俺はあれでいいと思うねん、あれが良さじゃない、良さやろ、はい、あれあかんって言ったら出てくなるで、はい、だその中で打てるように仕留めれるようにしなきゃいけないね、はい、あの積極性はやっぱ生かしていけないと、うん、あのたまにあるやん何でも振ってくるからドーンみたいな、やっぱあれが良さやからね、はい、そういった意味でもやっぱそれはやっぱなくなさないようにしなきゃいけないっていうのと、まあ、あと豊田とかね野口とか上がってきたけども、やっぱ2軍でいいやつはちょっと上げてこよ。そうですね、ピッチャーも含めて、はい、いいのいるやん、いいのいるんすよ、俺もう何回も言わへんで、トレードに出してあげた方がいい選手いいのいるやん、いいのいるんすよ、うん、ちょっと既存の選手を休ませる意味でも、はい、そこにこだわりすぎなくてもいるやん、いるんですよ、うん、上げてこよ、はい、あと野手でもいいのいるんすよ、いつもは言うてね、うん、だからそこら辺、これオールスター前にね、はい、ちょっとチャレンジしてもいいよね、うん、まだ7月やしね、そうですね、でまだ悪い悪いって言いながらも、で貯金位置で踏ん張れてるっていうことをポジティブに考えて、うん、もうちょっと2軍のいい選手をちょっとワンチャン使ってみるとかね、はいはいはい、しながらちょっと空気の入れ替えもしながら、うん、ね、
やっていくっていうのもありやと思うね。ちょ休ませる意味も含めてね、ちょっとこの交流戦休みをうまく使いながらね、そういったちょっと 若虎たちのね勢いを借りるっていうのもいいと思うね。確かにね、うん、だから俺はそこに何かしらの変化を加えて、こう今踏ん張りどころを踏ん張って終盤また去年の9月みたいにゴワッといく可能性あるからね、まあ、だから今踏ん張りどころだね。いいも悪いもいっぱい出てるけど、まあ、これをね起点にね、その中でも借金じゃないっていうところをポジティブに考えて、まあ、あとはやっぱり先発が頑張っていく。ちょっと伊藤将司がピリッとせんな。しないですね。去年ほぼ打たれなさそうやなと思ったけど、今年やっぱちょっと力ないんかな、キレがね。仕留められてんもんな、うん、配球とかは去年とそんな変わらんように見えるけど、仕留めきれられてるしね、うん、あとあの村上のまっすぐの勢いがちょっと去年ないな。ないですね。仕留められてんもんな。まあそれはまあ仕方ないね、ずっとは無理だからね。確かにね、うん、青柳ね、帰ってきてほしいですね。青柳おらへんから、まあ、雨で中止にならへんやんみたいな。そうですね、雨の中止大事やで、休養になる、休養になるからね。ほんと佐伯と西の日本柱やからね、うん、だから佐伯で、ね、この前みたいに、佐伯が投げ勝ち星がね積み重ねていけばね、いい形だね、うん、まあ、佐伯が投げて佐伯に勝ち星つかなくてもこのままみたいに勝ってね、うん、いけることが大事かなっていうところはあるけどもね、うん、まあなんとか踏ん張ってるから、まあまあ頑張ってんちゃうかと。あとはちょっと岡田さんのガス抜きを一人つけよう。平田さんおるはずなんですけどね、イラネット、うん、もう隣で言えばいいじゃん、お疲れ生ですって言って。なんかあったら、うん、なんかあったらもう冷たいやつ持っといてさ、うん、で、熱くなってきてるからさ、この顔のところにさ、お疲れ生ですって当ててクールダウンでって言って。ね、まあまあでも踏ん張ってるからね、俺踏ん張りどころやと思うで。サトデルも上がってきたし、大山も打つようになってきた。これがうまく噛み合って8月以降ガッてきた時にガッていければ、うん、今ついてきてるからね、はい、まあいろいろ悪いところがあるかもしれないけど、これ踏ん張ってることをポジティブに考えよう、阪神はね。そうですね、うん、はい、であとはちょっと若虎使おう、このオールスター前使いどころやから。見たいですね、オールスター期間中もあったら登録抹消の兼ね合いうまくマネジメントできるから、ここ使おうね。ファンの人も待ってるよ。待ってますよ、うん、で続いて西武ライオンズ、はい、現状24勝48敗1分け、借金が24、首位にゲーム差が、もう数えきれへん 14.5、15、16、26ゲーム差です、ここでお知らせがあります。埼玉西武ライオンズ正式にもう消化ゲームです。もうこれは消化ゲームやろ、さすがにね。まあ、現状、73試合終わってあと70試合、うん、ね、70試合を、ね、仮に交流戦行くことを5割やと、低いよ、5割やと考えたときにあと70試合、ね、で借金が今24だから貯金24にしなきゃいけないんだよ。そうなってくると47勝23敗残りで5割です、ちなみに47勝23敗ということは、今のソフトバンクです。今のソフトバンクが49勝21敗なんで、まあまあそんな感じじゃん。はい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 。だからそれで5割だからね。それで5割です、ね、それで5割。今のソフトバンク、今開幕してから今までのソフトバンクで、同じ成績強さで5割です。もう無理やろ、正直な。おらんやん、栗原とか近藤とかおらんやん、さすがに覚醒せんやん、そんな1年でって考えたら、まあ、トレードとか頑張ってやってるけども、ライオンズファンの皆さん分かってると思いますけど、もう消化ゲームです。来季のこと考えよ。そうですね、うん、だから俺この前の羽田君の先発とかめっちゃいいと思うねん。確かに。もう勝ち負けちゃうねん。来季を見据えて育成で選手を使いながら1軍でもう1軍は育てる場じゃないけど、こうなったら仕方ないやん。仕方ないですね。それだったらもう来季に向けてそのポジションとかも、俺これもうね、もう次の世代も考えなきゃいけないから、源田との先の二遊間固定ももうそろそろ考えていかなきゃいけないと思うね。次の後釜も育っていかなきゃいけないから、そこら辺含めて殿崎のどっかのコンバートとかね、殿崎ファーストコンバートだったりとかの殿崎コンバートしてみてセカンド誰か使ってみるとかっていうところの、そういう試みも俺はやった方がいいと思うね、正直ね、
だそういった意味でもやっぱり来季に向けていろいろポジショニングも変えていかなきゃいけないしやらなきゃいけない、まあ、成績見ててもね、6月月間チーム打率、なんと驚異の1割8分3厘唯一の1割台です。誰チーム打率やで、ねうん、でちなみに5月は2割2分2厘で、まあ、2割あったのよ。で3月4月3月4月が2割1厘で もうそれがもう6月1割8分3厘やでチーム打率。でチーム防御率ね2割9分4厘若干上がってきたね。でも先発 2.83 救援 3.20 もうなかなかきついよね。でエラーも15個6月多いしね。でなんとですね、松井稼頭央さん、はい借金15勝30敗、はい、で勝率3割3分3厘で休養に入りました。ね、でそこから渡辺久乃さん、はい引き分け入れてないんでね、はい、今9勝18敗、勝率、3割3分3厘、一緒です辛いその中のやっぱ光は竹内君やな。そうですね、このセーブで5勝0敗はすごいぞ。すごいですね、もう負けなしだからね、うん、チームの借金がね24なのに5個も貯金作ってんだよ1人で。本当にね、うん、しかももう俺めっちゃ考えてんけど、はい、どうしたらいいとか思いつかへんねんもう教育しようしかないねん。ちゃんとね、うん、ちゃんとちゃんとしようっていうその人言われてましたけどちゃんとせえへんねんって。何なんすかね。いやそれはやっぱコーチがちゃんと教育してないやと思うよ、そういう、うん、そういうこと、うん、俺だったらもうブチ切れてるけどな。確かに怒らへんのかな。なんかコメント欄に怒ったらいけないみたいな書いてたけど、はい、そんなもんお前あかんやつは怒らんと分かれへんで、うん、打てへんとか仕方ないや、はい、それは仕方ないですね、うん、打たれるとか打てへんとかエラーとか仕方ないや。オフザボールの動きちゃんとしようとか、うん、確認ちゃんとしようとか、うん、そんなんや、うん、それできんかったら怒っていいと思うで。確かに、ね、俺だったらブチ切れて怒るで、うん、で球団に文句言われたらじゃあもうやめますちょっとそんなんじゃ強くなんないしって、はい、チームはだからこんなんなってんちゃうんかってその方針がって、はい、言ってた方がいいよ本当。俺だって言うけどそんな気に入らないんだったらじゃ あの辞めさせてくださいよって俺は自分から辞めるって言いませんよ給料ゼロになるんでって。そこはちゃんとね、うん、どうしようかとかないじゃん。ないっす正直ね。平もおらへんし高橋コーナーは語れへんし今井が孤軍奮闘引っ張って頑張ってるしでその中で隅田竹内若手のいいところもあるしね、うん、だから若手もいい感じでね出てきてるっちゃ出てきてるけどね、うん、全体的にやっぱり打線はね苦しいよね。もう格誰やねんって話だもんね。もうこんなこと言ったらあれだよもう怖くないねもう生徒ですから、ね、もう対戦しててもだから俺らの時のオリックスみたいな感じやな。正直強くなかった、うん、谷さんもいなくなって、はい、やられた時に勝ち負けはもちろんあるよ、はい、でも試合やる前から怖さないねこの選手とこの選手気をつけとこうかなみたいな。で走ってきたりもせえへんから足のことも気にしなくていいね、はい、来てもさせっから確かにだから正直、まあ、もちろん勝ち負けあるからね、うん、そんなこと言ったってお前負けてるやないかって言われるかもしれないけどやるこの準備とかのに関して楽やで多分今のセーブも勝ち負けはもちろんあるよでも楽やと思う、うん、正直多分怖くないねもうそう思われてる時点でダメやね、うん、だから初期の楽天とかもそうやねそうですね勝ち負けあるよあともうこんなこと言ったらあれだけど、まあ、仕方ないから言うけども2005年の楽天とか俺もう負けちゃいけないと思ってたからね本当本当もう負けちゃいけないっていうで打率の稼ぎ時って思ってたから岩隈だけもしか注意みたいな他はもう打率の上げ時みたいな楽天戦成績上げるための勝負みたいな感じだったから、ね、今の戦はピッチャーがね隅田とか竹内とか若いピッチャーもいるしっていうのもあるけど多分打線はなめられてると思うで正直にでもそれじゃダメやねプロはねなめられたらね恥ずかしいことだから負けて仕方ないとかないからもっと俺はわざわざ口出し言ってるけどそう思われてることに怒りを持ってやんないとねうん、ふざけんなと絶対見返してやるぞっていう気持ちでやっぱやらないともうそう見られてるからね、うん、だから交流戦でもセ・リーグに西武に負けたら終わりとか言われちゃうんだよ、
ファンの人が一番歯がゆいやから、だからファンの人もきついねんて、こんなこと俺に言われて腹立つねんて、見返さなきゃ、選手は見返さなきゃいけないんだよってね。だからそこら辺のもう成長するしかないよね。こうしたら勝てるとかないね、そもそもの素材もっと上げていかないとね。まあね、といったところで、まあ、西武はね、この動画を見てね、ムカつく思いでね、ふざけんなと見返してやるぐらいの気持ちでね、頑張ってもらうためにね、叱咤激励でちょっと見に行きましたけどもね。まあ今日はね、阪神対西武、お86年日本シリーズ、あの時君は若かった、ありがとうございました。